兄ちゃんとやっ て、あれどうなんですか、あの人のは弾きやすいんですか、弾きやすい弾きにくい、でもここで弾きにくいとは言えないよね、まあ、そうね、弾きやすいかっていうと違うのかな、なんかね、うん、そんなこと考えない、あんま考えたことなくて、うん、ただどんなでも、うん、やる入れる自分がいるなっていうのはなんかいつも思ってて、だから例えばほらなんか瞬間的にこうしてみようかなと思った時に、うん、そうしたとしてもちゃんと来る、どうにかなるし反応があるし、うん、でもちろん向こうからのアプローチも、うん、もうグワーッと来るし、来るね、だからなんかね弾きにくいとか弾きやすいとかっていうことじゃないんだよね。お客さんの話を聞くとすごいガチャピンさんがにこやかな感じでこうなんか浮いてるように弾いてる、その楽しそうにね、うん、弾いて、で大ちゃんとこうやってまあここに絡み合ったりするとかってすごいいいっていう話は聞いて、まあ改めてなんか映像で見るとそれはわかるけど、うん、僕も大地さん例えばベースとドラムのリズム帯とかで成立してるとかっていう、大地さんもそういう意識じゃないと思うんですよ、うん、結局僕らはしけんさんの歌聞いてやってて、大地さんもそうなんだと思うけど、うん、そこに僕らはその上で駆け引きがあるっていうか、こっちでがっちり固めて乗っけようとかっていうことじゃないと思うんですよ、そうね、うん、私もそれは望んでない、うんうんうん、なんかまあドラムらしくとかベースらしくみたいなことはもともとあまり好みではないという、